皆さんこんにちは、 USATV です。今回は宇佐市への行き方紹介を行っていきます。宇佐市へは電車、飛行機、フェリー、車とバス、この4つの行き方があります。4つの動画に分けてご紹介します。今回は電車での行き方の紹介です。宇佐市への玄関となる駅は通常 JR 日豊本線宇佐駅、柳ヶ浦駅です。レンタカーでの観光を行う場合は宇佐駅で降りるのがいいでしょう。タクシーにて観光を行う場合は柳ヶ浦駅で降りる方が良いです。新幹線の最寄りが小倉駅になります。新幹線から乗り換えて特急ソニックを使い、柳ヶ浦駅が小倉駅から約40分、宇佐駅はプラス5分を見てもらえば大丈夫です。またフェリーからの場合はバスで別府駅、大分駅まで行き、柳ヶ浦駅までが別府駅から約30分、大分駅から約40分となります。宇佐駅は逆にマイナス5分を見てもらえば大丈夫です。基本的には観光地への移動はレンタカー、タクシーのご利用をおすすめです。宇佐市レンタカー、宇佐市タクシーと調べていただければ出てきますので、ぜひご利用してみてください。次回はフェリーでの行き方をご紹介します。それでは最後に USATV、 バイバイ。カモンベイビーうさし、チャンネル登録よろしく。カモンベイビーうさし、また見てね。カモンベイビーうさし、チャンネル登録よろしく。カモンベイビーうさし、また見てね。